皆さん、素敵なクリスマスをお過ごしですか？私の愛犬、ドーベルマンのシュナイダーくんは、今日、12月23日で、お誕生日13歳になりました。クリスマスイブイブがお誕生日です。この1年間、シュナイダーくんを撮り続けてきたその映像のうち、ご飯を食べてる映像だけを集めた特集を組んでみました。ただひたすら食べているだけなんですけど、見てるだけで幸せになります。まずお正月からスタートします。うちいいよ、うちいいじゃない。よし、すごいね、丸飲みやん。テラスで育てているハーブなんですけど、なんかね、結構ルッコラが好きみたい。あとね、パクチーも夢中になって食べるので、まあもう草全般好きなんですけど、割とハーブはもうどれもクンクン美味しそうな、美味しそうっていうか、多分犬は匂いで食べているところがあると思うんで、ハーブはまさにすごいいい香りがして、もう美味しくてたまらないって感じでずっと食べ続けてました。私はルッコラは大丈夫だけど、パクチーが苦手で、なんか好き嫌い激しいと思うんです、パクチーって。でもシュナイダー君はもうパクチー大好きみたい。まあ、パクチーは利尿効果があってね、すごく体にもいいと思うので、パクチー好きでよかったです。で、今年に入ってから特にシュナ君があんまり通常の餌を食べてくれなくて、ちょっと餌を変えてみました。どう、いい匂いする、いい匂いする、どうあんまり。ちょいちょいる？よし、うん、塩のチキン、ソルトチキンです。欲しい？よし、にゃ、うん、じゃあいきます。よし、はい、綺麗に食べました。串まで食べないように皆さんはワンちゃんにあげるとき注意してください。シュナ君はね、結構これは食べちゃいけない、これは食べられるみたいなの分かるので、変なこう異物を食べるっていうのはあんまりないんですよね。
うわ。シナ君は結構野菜が好きです。ジューシーなのが好きみたいです。で、葉っぱも食べてくれるんですけど、硬い茎の部分もこう水分がじわっと出てくるから好きなのか、結構もうバリバリ食らいついてきます。お肉も好きなんだけど、こうやってお野菜も食べてくれるから健康を考えたらすごく嬉しいです。すごいな。すごい。うち、バリバリ。もう超高齢犬でおじいちゃんなので、なかなかご飯が食べられなくなってきて、柔らかいビーフ缶をあげるようにしました。で、お値段がほぼ同じで、でサイズがちっちゃくなってるんですよね。で、前こういうふうな、なんだろうな、この固形にちょっととろみがあるのよりもソフトな感じのように切り替えた時にあんまり美味しく食べてくれなかったので、もう一回11歳用に戻したんですが、ちょっとまたこっちも食べてくれるかもしれないので、試しにもう一度13歳以上用にしてみようかなと思います。こっちの方が食べ応えがねあるみたいなんですよね。シナ君どうですか？どっちがいいですか？どっちがいいですか？シナ君、シナ君どっちが好きですか？どっちがいいですか？どっちがいいですか？さあどうでしょう。ちょっとシナ君、よし、スタンドアップ、スタンドアップ、シナ、スタンドアップ、よし、どう？おいしい？はい。あ、グリーンピースっぽいのが入ってる。これは大丈夫かな。よし、ちゃんと食べれるね。よいしょ。シナ君、よし、大丈夫かな。あ、落ちた落ちた落ちたよ、シナ。ちゃんと食べて。食べた？オッケー。落ちたの食べた？おー、えらい食べたね。落とさないように。よし、あ、落ちた落ちたよ落ちたよ落ちた、食べて下の。えらいえらい、大丈夫だね。キウイ、ちぃ、くん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 、ちぃ、ビーチヨーグルト。
やだね、やだね。よだれ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 がなくてあまりにも食べられなかったタイガーナッツをシュナ君なら食べられるんだろうかという実験をしてみます。今美味しいものが出てくるのかもと期待して目をキラキラさせながらというかギラギラさせながらやっています。このタイガーナッツをシナ君は食べるかな、食べるかな、タイガーナッツ食べるかな、食べていいのかな。あ、よだれ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 。食べたい？見てます見てます。いいの？食べてもいいの？もうすぐでくれるの？さあこのお腹空いた勢いで食べるかもしれないけど、だんだんまずさに気づくかもしれません。どうぞシュナくん。よし、食べていいよ。くんくん1個食べた。うん、なんだこれみたいな感じ。2個目食べた。うん、なんか食べる勢いはあんまないですね。うん、で、あ、大丈夫そうだこれと思って一気に食べてます。食べるんだ。おー、犬的にはこれ OK なのね。ドッグフード食べたことないですけど、最近ドッグフードをまずそうにするので、というか美味しいもの知っちゃったんで、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいのないよー。欲しい欲しい。あ、やっぱ匂いするんだ。タイガーナッツの匂いするんだ。あ、ちょうだいモードだ。黒ごまペーストと蜂蜜ミックス。よしよし。うん、早ペロ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 。うん、1、ペロペロ。そしてついに2016年12月23日クリスマスイブイブにシナ君は誕生日を迎えました。13歳です。お祝いにローストチキンをプレゼント。よし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 。うん、頑張って。うん、骨は出してね。はい、おいしい、おいしいですか。うん、骨を出す、骨を出す、骨を出す。うん、ここら辺は大丈夫よ。うん、はい、こっち、こっち、こっちね。ギギ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 、骨を出す。うん、よしよしよし。うん、上手、おー、上手に食べたね。カチャ。うん、ちょっと待って。平均寿命が10歳のドーベルマンが13歳まで生きたということは、人間にするともう100歳超えぐらいの高齢犬です。長生きしてくれてありがとう。また1年一緒に過ごせたらいいなと思います。過去のシュナ君の動画もぜひ見てください。じゃあね、バイバイ。